で、配管はどうやって作ってるかと言いますと、筒状に流したチョコレート、まあ、これは多分いっぱい作り方あるんですけど、筒状のチョコレートっていうのはギターシートを丸めてこういう筒を作って、そこにチョコを絞って冷やして、でカットするっていう方法で今回は作りました。筒状に流したチョコレートをカットしてつなげて、こういう四角いパーツを作って、あとはその貼ってる、なんていうんですかね、これ留め金、ね、ちょっとよくは分かんないですけど、これはあの紙でもギターシートでもいいと思うんですけど、小さく切ってシャブロンして、半結晶の半結晶状態で剥がして、こうやってくっつける。でくっつけて固まったら剥がして、あと小さいポツポツみたいなの、あのコルネとかで絞ってあげるっていう感じで形を作ってます。で、あとはライト、ライトはすごい簡単なんですけど、口金にチョコ流して結晶させて、あとモールドにチョコ流してムーラージュして、口金で丸く抜いて、その口金の形のものと丸のものを接着してるっていうだけのものです、これは。で、花なんですけど、花はギターシートをテーブルの上に敷いて、小さいパレットナイフにチョコレートを先っちょにつけて、こうやってペタッてやって花びらを取って、それを丸い球体に接着してるっていう感じです。これはすごい簡単な花ですね。で、これ小さい方の花はパレットナイフなんですけど、大きい方の花はスプーン その持ち手の方が丸くなってるものがあって、あ、ちょうどいいなと思って、そのスプーンでこうやって花びらを取りました。で、石は風船にチョコレートを絞って、ボールとかを押し当てて形作って、ガムテープとかで留めて結晶させて、あとはそれを風船を剥がして出すだけっていう感じです。で、ツルですね。ツルはもうモデラージュで成形しました。で、ツタはあのテンパリングが取れてない40度とか45度ぐらいのチョコレートにアルコールを 10% 混ぜると絞れるようなクリームになるんですね。チョコレートクリーム、チョコレートを絞り口金、モンブランの絞り口金に入れて絞ったっていう感じになります。で、このアルコールっていうのはできれば無水エタノールとかっていうものがいいです。ちなみにこの方法は洋菓子協会に一応確認して、アルコール混ぜても大丈夫なんですかっていうのを確認して使いました。次は球体ですね。球体が赤と黄色と緑のものがついてると思うんですけど、 O とか N とか文字がついてると思うんですけど、これはアントルメの上に乗ってるその化学式がこれチョコレートの化学式なんですよね。で、まあ、これに合わせてこの球体を分子みたいなイメージでつけようっていうふうに考えて、この文字がついてます。で、この文字は T シャツくんっていう、まあ、機械があるんですけど、それを使うと文字だけ抜いてるこういう紙というか、なんかビニールみたいなものができるんですよ。で、これを押し当ててピストレを拭いて剥がすと、その文字だけがついてるっていうものが作れるんですよね。なんで、それを使ってこの O とか N とかっていう文字をつけて、でその上から、まあ、赤、黄色、緑っていうのを吹きつけて、でチョコを流してムーラージュして球体にしたっていう感じになります。蝶々がちょっと上についてると思うんですけど、化学式みたいなものがよく見たらついてるんですけど、これは完全にウォーターカッターで切り取りました。本当は2匹ぐらいつく予定だったんですけど、ちょっと接着の時に壊れてしまって1匹しかつけられなかったっていう感じです。あと、カカオ缶の上に乗ってる丸いチョコレートのフェーブみたいなものがいっぱい乗ってると思うんですけど、これはチョコレートを絞っただけのものです。
まあ、絞ってピストル拭いて磨き艶したものです。でアントルメの上に乗ってるその化学式の文字はモーターカッターで切り抜いて、それをピンセットで貼ったっていう、貼ってピストルを拭いたっていう感じです。で土台についてる砂はチョコレートを砕いただけのもので、それをあの粗が見えないように、その土台との接着の粗が見えないようにつけてるっていう感じです。でこの砂みたいなものはその土台の縁にチョコレートを一周絞るんですよね、テンパリングが取れたチョコレートを。でこれが固まる前にこの砂みたいなものをくっつけてあげて、この砂が動かないようにしてあげるのが大事かなと思います。でこれチョコレート絞らずにこれを砂を置くだけにしてしまうと、搬入の時とかに砂がもし動いてしまって周りに散らばってしまうとちょっと汚く見えてしまうので、かといってそのショーケースを外して直すっていうのはリスキーじゃないですか。外した時にピースモントが壊れる可能性があるので、なんで最初から動かないようにしてあげとくっていう方がいいかなと思います。でまあこれ多分砂は全体に置きたいっていう人とかもいると思うんですけど、僕はどっちかというとその接着してる部分だけ、必要な部分だけにつけて動かないっていうのと、まあすっきりさせるっていう面でこういう形にしました。どうしてもあのいっぱい置いてしまうと搬入の時とか持ち上げた時とかに動いてしまう可能性があるので、まあ、どっちかというと砂は少ない方がいいかなっていう気はしてます。まあ、ただなんかその場で作るコンテストとかだったらそこまで動かす必要もないし、ショーケースも多分かぶせないと思うので、でその場で作るコンテストだったら気にしなくていいと思います。で葉っぱですね、葉っぱはペットシートで作ってます。ペットシートを選ぶときなんですけど、まあ、どういうピースを作るかにもよると思うんですけど、まあ、僕の場合は結構シンプルな模様、凹凸があまりないような模様にしてると思うんですよ。ナメ細工の葉っぱとかだと結構なんか模様がボコボコボコってした模様の型があると思うんですけど、あれで作った葉っぱじゃなくて今回はシンプルな模様の葉っぱを選んでるんですけど、これはあんまりボコボコしてない模様の方がツヤがあるように見えるので、こっちの型を選択してます。ボコボコしてる型っていうのはツヤがしっかり出ててもツヤがないように見えちゃうんですよね。どうしてもその光を乱反射してしまってしっかりツヤがあるように見えないんで、できるだけもうボコボコしてない平らな型の方がツヤがしっかりあるように見えます。しっかり光を反射してくれるんで、なんでまあそこを考えて今回あんまり凹凸のない型を使ってます。でまあこのピエスモンテはその機械との融合っていうことで、チョコレートの化学式、ちょっと機械的なパーツとしてチョコレートの化学式と歯車っていうのはアントルメの上に置いてます。でまああと木とかツタっていうのはジャングルっぽいようなイメージ、過去に合わせてそういう自然なイメージで作ってます。でこのピエスモンテ見てもらえば分かると思うんですけど、力の流れっていうのがある程度決まってて、車っていうのは動きが出せるパーツじゃないんですよね。まあ人間とか生き物っていうのはその動いてるどっかしらを切り取った場所だとすごい動きが出しやすいんですけど、例えば鳥とかだと羽ばたく瞬間とか、その動物だと走ってる瞬間とか切り取るとすごい動きが出るんですけど、車って走ってるとこ切り取ったとしても動いてないように見えるじゃないですか。なんでピエスモンテにおいて動きっていうのはすごい大事なので、ではどうやって動きっていうものを出していこうかって考えた時に、じゃ車じゃなくて他のパーツで動きを出していこうっていうふうに考えたんですよ。なのでこのピエスモンテでは車以外のパーツで動きを出してる、木の模様、ツル、ツタとかっていうところで動きを出してるっていう感じになります。なんでこの力の流れが決まってて、木はどっちかというと上に登っていくような力の流れで、
車は下に下っていくような力の流れを出すために、ツルとかの方向を考えて下に落ちていくようなイメージで作ってます。なんでこの流れに反したツルとかをちょっとつけてしまうと、ちょっと違和感っていうのは出てしまうかなっていう感じはあります。でこれピエスモンテをちょっと立体的に見せるコツとして、この木の溝の部分に黒いピストレが吹いてるんですね。茶色いピストレの上に溝だけ黒いピストレをすることによって影ができて、模様の部分がちょっと立体的に見えるんですよね。なんで木はその黒いピストレをしてて、カカオカーも溝の部分にちょっと赤ちゃんみたいな茶色いピストレをしてて、それが若干立体的に見せてるっていう感じになります。まあ、こういう工夫があるとよりかっこいいピースが作れるかなと思います。で前の動画の時も言ったんですけど、このピエスモンテに磨きツヤが多いのは狙ってやりました。磨きツヤが多いことによって目立たせるため、まあ、今までそういうピエスはあんまりなかったし、ツヤを使ってたとしてもそのマックスでツヤを出せてるピエスモンテっていうのは少なかったので、今回はこれをメインにして目立たせるっていう作戦みたいなものでこうしました。で やっぱりツヤがあるピエスモンテとツヤがないピエスモンテと比べると、どうしてもやっぱツヤがある方に目がいってしまうっていうのはあると思うんで、今回結果的にもまあ1位が取れたので、まあ、作戦的に良かったのかなと思ってます。まあかといってツヤものだけだと鬱陶しく見えてしまうんですよ、ピエスモンテって。なんで どこでバランス取るかっていうところなんですけど、この場合は花にツヤを出さないことによってちょっとバランスを取ってます。花はあえてツヤを出さない粉っぽい吹き付けにしてて、まあ、それは土台とか他のものが緑ツヤが多いので、それとのバランスを取るためにこっちはあえてマットな花にしてます。で花もちょっと自然につくような花びらの付け方じゃなくて、ちょっと規則的に機械的につけてるんですけど、これはこのカカオカ、まあ、車っていうパーツを使ってるので、まあ、そこと合わせて機械的な花にしたんですよね。まあ、自然な花でも合わないことはないんですけど、今回はバランスをとってその花にしました。でこの花の中心に、まあ、ゴールドを吹きつけてるんですけど、このゴールドがあることによってより機械的なパーツと合うようにっていうのを考えて作ってます。で葉っぱのピストレは中心に茶色を吹きつけて、外側に緑を吹きつけて、その間に黄色を吹きつけて作ってます。でこのまあペットシートの葉っぱについても詳しくまた違う動画で解説していきたいと思います。で色に関してなんですけど、今回は色は何だろう、本当に王道の色、赤、黄色、緑、茶色っていうところをちょっとメインで使ってるんですけど、結構日本だとまだ青とか白とかっていう奇抜な色っていうのがあんまりまだ認められていないというか、評価されづらいっていうところがあるんで、世界大会とかだと多分そうでもないかもしれないんですけど、まあ、日本だとまだそういうところがあるので、どっちかというとチョコレートらしい色に仕上げるために今回はこういう色の使い方をしています。はい、今回はとりあえずダーッといっぱい説明するところがあったのでダーッと説明したんですけど、また細かいところっていうのは別の動画でやっていきたいと思うので、今回はこのピエスモンテの解説動画にしました。また質問があればコメント欄など、まあ、インスタグラムの DM とかでもいいので聞いてもらえばなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。すごい長い動画になってしまったと思うんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございます。